こんにちは、ガイモンでございます完全にやめるつもりだったんですけども、あまりにも今日は金が引けたということでテンションが上がってしまいましたというわけで引き続き引いちゃいたいと思いますはい、というわけで残り一種アテナのみでございますアテナのみを引く戦い、サクッとね今日で終わらせるというところで行きましょう。いや、いい時に引く、これ鉄則です。いや、俺の中でだけですけど、ダメな時はね、何やってもダメなんですよ。だからいい時に頑張るっていう、そういうスタイルでいきたいと思います。しゃあ、おい、頼むぜアテナちゃん。アテナちゃん、ただね、サスケくん、サスケくんがねコンプしたにもかかわらず、なんかアテナ2回目をねゲットするためにまた回してたんですよね、朝。すげえびっくりした。まあ、確かに見た目的に究極版と究極じゃない版がいるので、僕も2体欲しいなとは思ったんですけど、さすがに今回はちょっと欲しいなので闇が深すぎるので、そこまで深追いはできないなというのが正直なところですそんなわけで、よし、終われ、ひー、強め、違う、よし、大丈夫、金さえ引けてれば、金さえ引けてれば僕のテンションは大丈夫です。今日は昨日なんか金引いてもね、全然あいつじゃない気がしてたんだよね。あいつじゃない気がしてた。きたー、やったー、やったー、ありがとうございます。というわけで、ついにアテナを引くことができました。来たね。いや、来ましたよ。46回なので、これ何回引いてたんだっけ、136引いてたんで182回です。182回でコンプいたしました。いや、マジか、やったー、超嬉しい。で、今回この悩みはねなかなかないんでね、マジで嬉しいっすわ。やべ、勝手に手動いてた。ちょっと石ね、めっちゃ余っちゃったんで、せっかくだからね、俺ルシファーかい？アテナ2体目を引けないかなと思って、勝手に左手動いちゃってた、左手が。怖え、ガチャ怖え。いやでももうほんとコンプできたんで、思い残すことはないです。思い残すことはない。はい。金が出るまで引きます。次、金が出て、どんなやつだとしても僕は終わります。いや、マジほんと嬉しい、よかったー。言うてね、やっぱりまあ水メタ、最初の水メタよりやっぱ出やすいんですかね。水メタの時一種だったんで、その一種を引くために、よし、これ以上です、終わりました、ルシファー。はい、というわけで以上です。152なので、さっきより増えましたね。というわけで、190回、合計で190回引きまして、ルシファーが、4体、ジーシスが1体、そして、アテナが1体。で、赤おでんは3体ですかね。で、千代目が4体ですね。あとは、なんかようわからん、ミニなんちゃらみたいなやつでした。いやー、マジでほんとよかった。でも今日なんかめっちゃほんと引けましたね、星名。すごくないですか、割りかし。ルシファー、1、2、3。あ、今日3体引いてんだ。ルシファー5ですね、合計。昨日2体引いてるんで。ルシファー5。そしてイシスとアテナ、よっしゃー、マジで超嬉しい。アイリスの
きらめきが普通のスキルと一緒ですね。うん、ふぅ、卒業した、卒業した、ありがとう、ゆうじろう、大賀さん、ありがとうございます。はい、というわけで、まもなくファイナルファンタジーコラボが始まります。またしてもガチャキャラめちゃくちゃたくちゃたくめちゃくちゃたくさんいるんじゃないかなと思われるので、そこまで精進したいなという次第でございます。とりあえず以上、ガイモンの新学期ガチャシリーズ第4違うパート5で完結いたします。ご視聴ありがとうございました。また近くお会いしましょう。またね。